屋上にヘリポートが設置されている新宿グリーンタワービルは東京都新宿区西新宿の新宿新都心の一角にある超高層ビル。木造2階建てが中心の民家5個、寺院、ガソリンスタンド、東京都水道局の関連施設などが混在していた地域を西新宿清風寺周辺地区市街地再開発組合を結成し再開発に着手。 組合結成から9年をかけ、1986年4月に完成した。敷地内は中央にオープンスペースを設け、この広場を核として、地上28階建てのグリーンタワービル、3階建ての清風寺、地権者の重庫がある8階建てグリーンハイツ、2階建てのガソリンスタンドの4つの棟が配置された。グリーンタワービルは1階の正面玄関前に、スターバックスコーヒー、 二階は飲食店が入り、三階から二十七階が事務室となっている。屋上には緊急時に使用するヘリポートが作られた。ヘリポートの設置は民間のビルでは初の施設だった。二十七階の北側通路内に屋上緊急ヘリポートへの階段が存在する。黄色いプレートの赤い文字のヘリポートが目印、非常用エレベーターの裏側に位置する。新宿界隈では単に グリーンビルやグリーンタワーなどとも呼ばれていることもあるが、正式名称は新宿グリーンタワービルである。建物の外装は、それまでタブーとされていた緑色に挑戦。清風寺と修道を除く、すべての建物をくすんだグリーンで統一した。これは、緑豊かな新宿中央公園に隣接していることを意識したもの。太陽光線の当たり具合で、外壁や、 窓ガラスの緑色が微妙に変化し、日本色彩研究所の公共の色彩賞を受けている。エレベーターは、低層用が、日立製、高層用は、三菱製、非常用は、東芝製、駐車場用は、大地製となっている。オフィス内15階には、乗り継ぎ会がある。2016年1月より、エレベーターのリニューアル工事を順次実施し、 2018年2月までにオフィスの低層バンク、高層バンク、非常用がリニューアル完了した。そして最後の一期となる駐車場用も2018年10月頃にリニューアルが完了した。など。3階建てで広場から直接入る2階に本堂、3階に納骨堂、駆動側から入る1階に事務室、地下に会議室などを設けた。 屋根は納骨堂の空間を表し、曲面の銅板抜け吹き、広場に修道を置いた。ありがとうございます。